こんにちは、はすみです。本日は先日作成した装備で車中泊を実際に行ってきました。それで結論を先に言ってしまうと、大成功とはならず結構厳しいものがあったので、その報告をしていきます。今回車中泊を行ったのは埼玉県深谷市にある道の駅川本。2023年8月現在、埼玉県には20カ所道の駅が存在するのですが、その中でも家から一番近い場所を選びました。道の駅川本は物産館、JA 深谷農産物直売所、休憩スペースで構成されている道の駅となっております。駐車場は大型車5台、普通車59台、バリアフリー2台、屋外トイレ男性用女性用バリアフリー、駐車場は施設前と裏の道を挟んで奥にもあります。正直観光の目的地というよりは休憩所という印象の道の駅となっております。施設の簡単な説明を行いますと、物産館、市内で生産加工される農畜産物、川本農産物直売所で販売されている農産物などを使った飲食店が設けられております。こちらには室内用トイレがあるので、外のトイレじゃちょっと気になるという方には、物産館が空いている時間、午前9時から午後5時はこちらのトイレもおすすめです。物産館の中には食事ができるところが3店舗ありまして、桜屋さん、もつ煮製作所さん、かぐや姫さん、午前11時から午後3時頃まで営業しております。動画的には、食べてきたかったのですが、暑さにやられてオープン前に帰宅してしまいました。続いて JA 深谷農産物直売所。今までいろいろな産直を見てきましたが、比較的コンパクトな産直でした。こちらではみかん大福とケーキの自動販売機で、北埼玉では有名なシフォンケーキ U さんの U のアイスシフォンケーキを購入しました。こちらの感想は動画の後半にお送りしますので、気になった方は動画をスキップしてください。そして本題に戻りまして、今回の車中泊の厳しかった点をお話ししていきます。この日は道の駅川本に到着したのは23時40分頃、車外温度は31度ぐらいだったと記憶しております。到着してすぐに行ったことは、換気扇の設置と炊飯、先日作成しました換気扇を取り付けて車内に匂いがこもらないようにした状態で米を炊きました。米は出発前に研いでアルミの容器に入れておいたのですが、この時点で無洗米を用意しておけば楽だったのにと少し後悔しました。ちなみに炊き上がった後に気づいたことなんですが、ご飯をよそう器がない。結局アルミの容器にご飯を入れて、小中学校はこんな容器でご飯を食べていたなと思いを馳せながら用意しました。そしてこの日のおかずはビッグボーイさんの手ごね合いびきハンバーグ単体。移動中にハンバーグが偏ってしまって、デミグラスソースがあちらこちらに散乱してしまい、見た目はちょっと微妙な感じになっておりますが、しっかりとした肉の食感もあり美味しくいただきました。自分が食べてきた合いびき肉のハンバーグってしっかりミンチされており、ギュッとした感じが強いものが多かったのですが、ビッグボーイさんの手ごね合いびきハンバーグはゴロッとした感じの食感で結構食べ応えがありました。食事の後は就寝。この時車内温度は 30.3 度。就寝時の状況は、扇風機は車内に向けて外気を取り込み、エアコンをつけた状態でなんやかんや寝る準備をして、20分経った後に車内温度を確認すると 29.5 度となっておりました。それではただいまの車内温度 29.4 度。正直ちょっと暑いですが、寝れなくはないですので、このまま寝てしまいたいと思います。おはようございます。ただいまの時刻が7時40分。汗をかいたので就寝時に着ていた T シャツから着替えたのですが、私の首元をご覧いただくと分かるのですが、結構汗をかいております。正直普段の室温がエアコンをつけても29度を超えていたので、いけるだろうと思ったのですが、湿度が高かったのがちょっと答えたようです。起床後は物産館で食事をしようと思ったのですが、体調が優れず
JA 深谷農産直売所で果実大福花宝庵さんのみかん大福とシフォンケーキ U さんの U のアイスシフォンケーキを購入して帰宅しました。帰宅後は11時頃から夕方5時頃まで寝てしまい、周囲が暗くなってから車内で改めて購入品を食べました。まずは狭山茶をいただきまして、花宝庵さんのみかん大福、他社商品の名前を出して申し訳ないのですが、雪見大福の皮にみかんが丸々一つと、まあんが中に入っておりました。映像的にはインパクトがありますが、まあ、店舗で購入してベストな状態を聞いてから再度食べてみたいと思いました。店舗で改めて購入してどういう状態で食べるのがベストなのか、まあ、ちょっと状態を聞いてから再度食べてみたいなとちょっと思いました。続いてシフォンケーキ U さんの U のアイスシフォンケーキバナナ味。シフォンケーキは自動販売機で販売している企業さんで、過去には熊谷にも自動販売機があって、まあ、選別品として購入したことがあります。数時間冷蔵庫に入れていたのでアイス感はなくなって、まあ、生クリームとバナナを感じるシフォンケーキとなっておりました。生クリームもシフォンケーキも甘さ控えめなので甘いものが苦手な方にもおすすめです。狭山茶が視界に入ったのでこちらを選びましたが、正直シフォンケーキを食べる際にはちょっとコーヒーの方が良かったかなとちょっと思いました。ちなみにあまり美味しくなさそうに感じる食レポだなと思った方もいるかもしれないですが、まあ、私は商品紹介もそうなのですが、まあ、正直な感想になってしまうので、まあ、誇張した感想にはならないので本当にその点は申し訳ないです。ということで今回の車中泊の総括なのですが、外気温が30度以上の時は車中泊は考え直した方が良い、食レポは練習するかバッサリ諦めた方が良いということが今回の結論となります。車の中で、まあ、ご飯を炊くことに関しては、まあ、思ったような結果が得られたのですごく良かったのですが、ちょっと冷房に関しては、まあ、まだまだ改善が必要だなと思いました。今回の動画最後までご視聴いただいた方は少なかったと思いますが、今後試験的に道の駅の動画が入ってくると思いますので、まあ、感想やおすすめスポットなどがある方はぜひ教えてください。それでは本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。こちらのチャンネルではベルファイアやアルファードに関する商品紹介や車中泊に関する情報発信を今後は行っていくと思いますので、まあ、気になった方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。